아직 뭐야오! 각 시죠
金のことしか考えてないっていうことね。さあ、いろいろ、いろんな扉入ってみましょう。いやー、そのさ、多分だけど相手って男の霊だよね。私男の霊苦手なんだよね。強そうだから。あれ！白い髪の毛、白い肌に黒色の服、誰こいつ。こいつ誰、鬼滅の刃でこんなキャラクターいたっけな。鍵ある、鍵を手に入れた。旅人、こいつが旅人か。何日ここにいるのか記憶すらない。ペンを握る力も入らない。じきに死ぬのだろう。でも奴に追われている恐怖に比べれば死ぬことなんてなんてことない。死は誰の後ろにも佇んでいる。誰の後ろにも。おいおい、これ後ろってことはこれ来るんじゃない。みんな行きます。いや来ないんかーい。言うてこっから戻ったら来るんでしょ。いや来ないんかい、マジで。あ、マジで来ないんだ。〇〇新聞、2023年9月25日、めちゃめちゃ最近。〇〇県の森林の地元民、事件が発生、パワースポットと知られている、時間の流れが乱れる森の記録が残っている。なるほどね。行方不明事件が多いので、警察は住民に呼びかけて不明、行方不明者の捜索を進行している。なるほど。そろそろ来そうだけどね、これ。私にはわかるよ。来ないんかい。で、とりあえず鍵手に入れたから、鍵使って、下の方にあったよね、鍵の扉が。そこに入ってみましょうかね、一旦。やばい、広すぎてクソ迷子。こっち側にあったかしら、鍵って。あったかしら。マジで覚えてない。走る、あったあった。これ入ったら、なんかあるんじゃない？こっち。
もうここの道しかないじゃない。そろそろ来そう。そろそろ皆さん多分何か来ますよ。心の準備はちゃんとしといてください。なんか、たかなんかありそうじゃね。いや、ないか。はぁ、あ、うわ、誰かいたいわ、さっき UFO？ いや、じゃあ宇宙人？え、絶対誰かいたよね。これ屋上に進むにつれてラスボスに近づくマリオみたいなステージなのかな。嫌な気配がする。いや、開けろ。嫌な気配がするじゃなくて、これラスボスの扉でしょ絶対。いや、こっちがラスボスへの階段。なんか落ちてくるんじゃないこれ。また何このと、え、これ刀？あ、違う、あ、着物だ。さっきと同じ着物だ。これループしてるわけじゃないよね。びくともしない。襖がすごすぎるでしょ。また落ちてやる。なんかどれだけ離れてもここから離れられない、面の呪いによって。え、ってことは私やっぱりループしてるの？惑星ループ踊ろうかな。あー、僕が生まれるな。あ、これ違うわ。あ、置いた。あれ、ここは開くんだ。で、これ開かないでしょ。でもビクともしない。え、何ムービー入ったんだけど。危ねえ、マジで。え、このマガタマ持ってたらさ、大丈夫なんじゃない、ワンちゃん。
ゃん。あ、ビクともしないか。刀なしで、まがたまだけ持った状態で、いや、さっきさ、侍に勝っちゃったからさ、ちょっと負けるシーンも見たいんだよな。さあ、来ました。侍 VS、捨て頃の雪ドラ。どっちが勝つと思いますか、皆さん。負ける気がしねえな。かかってはいえ、こっちとらまがたま持ってんだぞ、おい。捨て頃で余裕だよ。負けました。対戦、ありがとうございました。笑ってんじゃねえよ！なんだあいつマジで。ずるくない？刀持った状態で喧嘩に勝って笑って。お前さっき負けてたからな、言っとくけど。体の感覚がない奴に切られたのか、じきに私は死ぬだろう。雨宿りをしようとしただけなのに、こんな城にさえ入らなければ、何か抵抗できる手段を持っていれば、薄れゆく意識の中で、奴の笑い声だけが頭の中で響いていた。うまくない？シンプルに声真似。めちゃめちゃうまくない？エンド3、血だまりゲットした。エンド 3？ エンド1かと思ったわ。さあ、とりあえず、まがたまと刀を持った状態で、今回のこのホラーゲームやったら多分クリアします。なんで今回はまがたまと刀を持った状態で、侍に挑んでいきたいと思います。やっていきましょう。右手、右手、左手、左手、右足、リラリラリ、左足、リラリラリ。あの動画も好きすぎて何回も見たも私。何回も見て、何回も言ってたら、嫌われました。これだよ、隠し扉。で、こっち側入ったらちょっとビビるやつがあるんだよね。いや、私めちゃめちゃボケてたからよく見えてなかったんだけど、どういう感じで脅かしてきたんだろう。で、ここにあったよね、お札。で、脅かしてくるんだよね、どっかで。お前、ぶっけるぞ、カス。邪魔すんな。で、これを抜けて、なんか戻ってる時に、怖いやつがあるんで、しっかり見ていきましょう。ここら辺ですね。ここかな？どういう感じだった？さっき。ここら辺で脅かしてきたんだよな。あ、こっち側か。ここら辺で脅かすのか。あ、どこで脅かしてきたっけ？ここか！ここでどうやって脅かしてきた？はぁ？脅かしてこいや！このチキン野郎が！で、ここの扉に封印を貼ると、まあ、あ、ここで脅かしてきたのか。ここで脅かしてきたんだわ。あれ違う！戻ってる時か。戻ってる時に脅かされたのか。あ、そろそろ怖いやつ来ますよ。どうやって脅かしたかが気になるんだ、私。マジ？あんな感じで脅かしてきたのか。なるほどね。さあ、とりあえず、まがたまと刀を持った状態で、やつに喧嘩を打っていきたいと思います。なめじゃねえぞ、私。源の呼吸、一の方、ヒラリラリーができるだからな、私。なめじゃねえぞ、この野郎。さあ、かかってこいよ。源の呼吸見してやろう、貴様に。秘伝密令流奥義。源の呼吸、一の方、ヒラリラリー。かかってこいよ。両者前へ！刀を抜け！いざ参る！フェイ！お前弱ー！お前ガチ弱ー！お前それでも伝説の侍かよ！一瞬で負けてんじゃねえか、私に！まあ私の秘伝密令流奥義源の呼吸一の方、ヒラリラリには勝てねえだろうがな。なんで？私勝ってたじゃん！なんで勝ったのに病院のベッドの上にいんだよ！山の中で倒れてるのを発見してもらったらしい。あの土地で詳しい人が言うには、そのような場所に城は存在しないらしい。私は夢でも見ていたのだろうか。そう考えると私の首にはまがたまがかかっていた。ちゃんとたまたまついてたかしら。エンド1、奇妙な体験。これで全部回収したかな、おそらく。はーい、ということで隠し城全エンドを終わらせることができましたと。いや、素晴らしく面白かったですね。配信30分で終わっちゃったんですけどね。今回は雪乃ちゃんの配信この辺にして終わりたいと思います。なぜかと言いますと、ね、明日ちょっとね、イベントがありましてですね、ちょっと早寝早起き朝ごはんをしないと雪乃ちゃんの、日程が狂ってしまうということで、今回はこの辺で配信終わりたいと思います。今回来てくださった皆さん本当にありがとうございました。それでは次回の雪乃ちゃんのライブ配信でお会いいたしましょう。ブワーン。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。
ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!